はようございます。榊原伊佐です。新しい元号、令和になって最初のマイタウン旭川は銀座商店街にお邪魔しています。今回は時代が流れても変わることのない銀座商店街の魅力について探ります。明治の頃から続く商店街にこのほど似顔絵マップがお目見え。ここのマップはね、お店を巡ると驚きの出会いが待っていました。手作りの技が光る老舗のかまぼこ店。これは美味しいですね。時代を超えて親しまれるユニークな商店街を訪ねます。5月のマイタウン旭川はレトロな街で新たな発見、銀座商店街。銀座商店街は旭川駅から東に1キロほどのところにあります。鮮魚店や青果店、食料品店などが軒を連ね、古くから市民の台所として親しまれてきました。かつては人がすれ違うのも大変なほど混み合ったという場所でしたが、時代の移り変わりとともに人通りも減少傾向にあります。そんな商店街ににぎわいを呼び戻そうと取り組みが続く中、お目見えしたのがこちら、似顔絵マップです。マップの作成に携わったメンバーの一人、野々村雅人さんにお会いしました。銀座ナウっていう素敵な T シャツね、着てらっしゃいますけれど、銀座ナウ、銀座ナウ、銀座ナウ、はい、ありがとうございます。すみません。これを作ることになった、まあ、きっかけって何かあったんでしょうかね。中心市街地活性化協議会っていうところのね、はい、企画推進分科会っていう集まりの中で、街中が少しでも人が来るような仕掛け作りの中に、このパンフっていうところを人に会いに来てほしいなっていうか、ここの商店街の良さ、特に人なんじゃないかなっていう気がして、それをこう若い方も含めてなんかいろんな方に知ってほしいなっていう、そんな思いで作らせていただいた。ずらりと並んだ似顔絵、それぞれのお店の店主や従業員など総勢56人の笑顔とメッセージで埋め尽くされています。あえて写真を使わずにイラストで表現しました。それぞれの人を感じるような、ね、ものを表現したいねということで、全部ほぼほぼ手書きイラストで表現してるっていうところで、商店街の魅力を知るにはお店を回るのが一番と野々村さんが案内してくれました。まずはこちらの時計店から。潜入してもいいんですか？アポなしですけど。アポなしでもいいですか？こんにちは。理事長すみません、HBC さんがあって、はい、朝早い番組ですけど、はい、6時30分から放送してます。あ、そうなんですか、はいはい、このマップがまた上手にね、分かりやすくね、うん、そうですよね。意外とマップ作っても見るのこうちょっと難しいんですよね、うん、何屋さんとかっていうのも分かんなくてね、うんうんうん、ここだと本当直接分かって、そうですね、いや、うん、上手だなと思って。銀座のいいところ、銀座のいいところ、やっぱり庶民的なところだよね、うん、俺みんな長靴履いてきたらいいんだわそうですよね。おしゃべりに、買い物じゃなくておしゃべりに来るっていう方が結構多いんだと思いますよ。この街はね、うちでも待ってますので、お客さん。こんにちは。はい、ありがとうございました。今日は何の取材？今日何の取材？マイタウン旭川です。マイタウン旭川。はい。買い物テレビから。柿崎さん。はい。HBC テレビです。HBC から。はい。HBC。柿崎さん、やっぱり出てますよね、やっぱりね。出てます。どこに出てる？一番いいとこ出てるさ、一番いいとこですね。左から2番目。2番。柿崎さんだ。2番。これですよね。さすが。今お野菜、野菜何がおすすめですか。やっぱり今一番からイチゴさ。イチゴ。イチゴが今最安値。値段見てください。一番甘い。甘おうって半値半値。300円だ。だってこれ高いやつですよ、ね。それ一番高いやつ。一番甘くて高い。甘おうだから。甘おうの意味。甘おうの意味。甘い。甘い。丸い大きい、うまい、それ甘おう。なるほど、甘おう。じゃあ
旭川市民の台所って言われるぐらい何でも揃う、ここに来たら何でも揃う。そしてあのなんか下町チックな雰囲気があって、対面販売のこう何ですかね、それぞれの向き合う温かさというか、一人一人と接するとやっぱりすごいこう温かいものを感じます。こちらは大正7年に開かれた旭川で最も古い市場といわれる第一市場です。シャッターが閉じられた場所が目立つ中、元気に営業を続けているお店の一つを訪ねました。本当にザ市場っていう感じですね。さあ、あ、こちらが金原かまぼこ店さんです。おはようございます。手作りかまぼこのお店、金原かまぼこ店、3代目のご主人、三井秀樹さんです。マップの似顔絵と比べるとこんな感じ。何年ぐらいこちらでお店をされてらっしゃるんですか？あ、60年だった。60年、はい、昭和34年、1959年の創業ということで、今年でちょうど60年。かまぼこは毎朝お店で手作りしています。作業は魚肉に塩を混ぜてすりつぶす塩ずりから始まります。練り込みに使っているのが昔ながらの石臼、このお店のこだわりなんです。石臼でやる良さってどんなところですか？やっぱりこうすり身が滑らかになるのと、あとこう弾力性が出るところですね。最初にこう塩ずりをするときにこう弾力を出すのが難しいんですね。このお店一番の人気商品がこちら、刻んだ玉ねぎをすり身に混ぜ込み丸めてこんがりと揚げたシンプルなメニュー、揚げかまぼこの玉ねぎ店です。出来たてをいただきます。これ玉ねぎ店大きいですね。一つが意外と。そうですね、おやつにぴったりな感じです。ちょっとたこ焼き場に、ね、たこ焼きみたいですね。いただきます。甘いですね。はい、柔らかい、うん、これは美味しいですね。玉ねぎの甘みがなんかすごい出てるのかなって思います。うん、私もこれ大好きです。冷めても変わらなく美味しいですね。レンジで1分とかチンするだけでふわふわになるので、うん、美味しく食べれると、もう本当何もしなくても、うん、そのままでいけると思います。創業当時からの製法と味を貫きながら、現在は10種類ほどのかまぼこを作っています。買い求めるのはほとんどが常連のお客さんたちで、午後には売り切れることもあるそうです。ありがとうございます。こちらのかまぼこどうですか？美味しいです。よく食べるんですか？はい、甘みと柔らかみと、なんか何とも言えない昔の味、本当ね、手作りっていう感じです。この辺来た時には必ずここ寄ります。歴史ある市場の中でひたむきに作り続けてきたかまぼこ、時代を超えて愛される伝統の味わいです。お客さんがこう美味しかったって言ってこう来てくれるのが一番なんか嬉しいですよね。昔ながらのそういう伝統みたいなのも守っていきたいなっていうのと、少しでも美味しく食べてもらいたいなっていうので、頑張ってもらってます。旭川市民の台所、銀座商店街。老舗の次はこちら。オープンして2年という喫茶店、オージーポージーです。レコードがたくさんありますね。すごいいい雰囲気のお店です。レコードもたくさんありますよね、はい、そうですね。だいたい何枚ぐらい？1000枚以上、1000枚以上
って感じだと思います。今もう数え切れないですよね。そうですね、もう把握しきれてないです。レコードの良さは音もまたこう CD とは全然実は違う音で、こういわゆる CD はデジタルって言って、レコードはアナログって言ったりするんですけど、僕の感覚的なもので言うと長く聴いても全然疲れない音だったり、オーナーは DJ としても活動する31歳の谷脇慎太郎さん。レトロ感あふれる銀座商店街の雰囲気に魅力を感じて、念願だったレコード喫茶を構えました。どんな場所だと思いますか、この地域っていうのは。古い場所ですよね。古い場所で、ただここら辺にいる人たちはなんか本当にここを守りたいんだなっていうのが強いエリアなんだなっていう、なんていうんだろう、地元愛のすごい強い場所だなとは思いますね、ここら辺は。まあ、そこになんか僕はなんかこう音楽で少しこう協力できればいいかなとは思ってます。さまざまな人の魅力がいっぱい詰まった銀座商店街、ぶらりと歩けば新たな発見があります。似顔絵マップを手掛けた野々村さんは、銀座のファンをもっと増やして盛り上げたいと意気込みを語ります。ここも正直言って高齢な方ばかりいる中で、正直言って、結構こう人も決して多いわけじゃない。でもなんか大事なものをちゃんと大事にしていこうっていう方々はちゃんとここにしっかり残ってるというか、そんな状況です。これからこの商店街の方と何かこう仕掛け作りをして街中が盛り上がっていけばいいな。マイタンクイズ。それではクイズです。青果店で見せてもらったイチゴの名前とはさて何だったでしょう。1番アマオウ、2番とちおとめ、この2つの中から選んでください。正解者の中から抽選で5人に金原かまぼこ店のかまぼこ引き換え店と似顔絵マップをセットでプレゼント。応募はハガキまたはファックスメールで、答えと必要事項、この番組へのご意見ご感想を記入の上、旭川市役所の広報係までお送りください。締め切りは6月3日の消印有効です。先月のクイズは2番の海底火山が正解でした。